札幌市内のホテル。音楽会に向け音響の準備をする山本博さん、68歳。19歳の時からコンサートの音響作業を中心に活動し、去年50年目を迎えた。いわゆる音響マンと言われる仕事だ。ロックのライブからクラシック公演まで、多様な演奏者が奏でる音を専門のシステムで誰もが聞きやすいようまとめ上げる音の総合監督でもある。そんな山本さん、ある職業病に悩んでいる。補聴器外して、こっち、ここが先のやつ、それがいます。あ、両方、あ、ありがとう。これ新品なんで、左も新しくします。あ、はいはい、調整は何もしてないんですけど、うん、今のところは、ね、だけ見ますか。いいと思うね。耳鼻科医行って測定した場合、あの症状によってその突発性難聴っていう診断を受けることもあるんですよね。山本さんが患っているのは突発性難聴という病だ。いや、もう完全職業病ですよ。やっぱりステージ上ってとにかくやっぱり爆音ですから、耳鼻科行ってあのこうなんですって言った時に、仕事終わった時にこういうのですって、それなかなか難しいですねって言われますわ。ちょっとつけてもらえますか。いや、この間もだから外で仕事やってる時は気づいてれば3にしてました。おー、どうしても上も聞かなきゃいけない。難聴を訴える人は全国で1420万人に上る。70歳ではおよそ半数、80歳では7割以上が難聴に悩んでいるというデータもある。20年以上難聴と付き合っている山本さんも、70歳を前に聴力の衰えを強く感じるようになった。山本さんは音響の仕事を続けるため、聞こえやすい新たな補聴器の購入を検討。そこで訪れたのが札幌にあるデジタルヒアリングだ。道内で補聴器専門店を12店展開している。このデジタルヒアリングが3年前から取り組んでいる道内初と言われている試みがある。その試みが、まあ、元の聞こえていた頃の脳に近づけていこう。医療と連携した脳のトレーニングだ。専門店では医師の紹介状を持参した客に一定の測定をした後、補聴器を販売するのが一般的。デジタルヒアリングでは単に販売するだけでなく、販売前の2ヶ月間医師の監修のもと補聴器を使って脳のトレーニングを行う。2ヶ月間の脳のリハビリトレーニングをするということですね。難聴脳から健康な脳に変えていくという作業を先生方と一緒にやらさせていただいています。2ヶ月間で出来上がったその健康な脳、聴覚野が健康になるという意味だと思うんですけど、その健康な脳でご自身で補聴器を選んでもらうというスタイルを取っています。デジタルヒアリングが始めた脳のリハビリトレーニング、その取り組みを医療の面から指導しているのが、総合病院で耳鼻咽喉科の医長を務める太田医師だ。そもそも難聴っていうのはですね、耳っていうのはこう外耳があって鼓膜があって内耳っていうのがあってですね、音がこう入ってきて鼓膜と耳小骨で音が大きくされて、でこの内耳に音が伝わります。でこの内耳で鍵上でですね、音が電気信号に変えて脳の方に伝えられていくんですけども、ここの聞こえの能力が悪くなることを結果として、音が脳に伝わりづらい症状のことを難聴と言います。太田医師自らも難聴の患者に補聴器を使った脳トレを行っている。難聴の方はですね、音がこう耳から脳に伝わりづらくなっています。脳もいろんな場所にいろんな機能がありまして、音を感じる聴覚野っていうのが脳の方にもあるんですけども、あまり活動してなくて、硬くなっていると考えます。硬くなった脳にですね、いきなり音をバンバン入れてあげたらうるさくてたまらないんです。そのためにだんだんこう補聴器で、補聴器はあくまでも音を大きくして
この内耳に伝えるという働きしかないんですけども、この補聴器を使って外からの音を拾ってあげて内耳にこう伝えてあげて、その伝わる量を徐々に増やしていく。聞こえにくい理由は音を感じる一部の脳が硬くなっているためだと分析する。硬くなった脳を柔らかくしていく、時間をかけて補聴器を使って脳を柔らかくしていく、そういったものを補聴器を使った脳トレを行うことによって、まあ、大雑把なんですけども途中でドロップアウトする患者さんが大体半分以下になっていると思います。で、補聴器をしている状態がこの緑の三角の位置なんです、うん、で3本の黄緑色の線が目標のところなので、うん、週に1回店を訪れる山本さん、脳トレによる聴力の改善状況を確認し、補聴器の音をどれくらい上げるべきか検討する。音響の仕事も補聴器をつけたまま行い、クオリティに支障がないか周囲に相談しているという。お客さんがいてというか作ったものに対する評価ってありますから、これをかけた形で今仕事してるんですけど、出来上がったものがそんなに極端にこうダメじゃないということになったので、だったらこれで仕事できるのかなっていうのが。この日、川崎市にある補聴器メーカーの担当者が札幌へとやってきた。いただいた耳型のデータに合わせて、はいはいはい、弊社まで補聴器の方をお作りしました。こちらの補聴器メーカー、道内での売り上げがこの5年で2倍に伸びているという。CM の後は、世界三大補聴器メーカーの一つにカメラが初潜入。補聴器の先進国デンマーク、そこにはブレインヒアリング脳トレの研究機関が。